ヘイクは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は、タラメ、メルルーサの総称にちなむ。ヨーロピアンヘイクサウスパシフィックヘイクヘイクは、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート車で寄港する。1942年7月17日に、マルサフレッチャーによって浸水し、 艦長官庁シーブローチ少佐の指揮下1942年10月30日に収益する。収益後間もなくニューロンドンを出港し成長を行った。1943年4月8日、兵下は最初の紹介で大西洋に向かった。この紹介での任務は大西洋においてドイツの有望島を警戒、探索、攻撃を行うことであった。 ブロック島近海で訓練を行った後、3カ所の海域で紹介を行った。しかしながら、敵とは一度も遭遇することはなかった。4月29日、イクは23日間の行動を終えて、スコットランドのロスネースに帰島した。5月17日、イクは2回目の紹介で、アゾレス諸島方面に向かった。しかし、スリムの調子が思わしくなく、引き返して、 修理を行った後、5月27日に再出撃した。この紹介でも、アゾレス諸島方面での対戦紹介に当たったが、6月20日に病院船を発見した他は、ほとんど接触することはなかった。兵下は7月1日午後を起して、ニューロンドンに進路を向けた。7月17日、陛下は51日間の行動を終えて、ニューロンドンに帰還した。 その後、ヘイクは、太平洋艦隊に転属して、太平洋戦線に投入されることとなった。ヘイクは、ニューロンドンを1943年8月25日に、出港、パナマ運河を経由して、サンディエゴに向かい、カリフォルニア州沖で訓練を行う。また、10月1日から12月5日まで、メア,アイランド海軍造船所でオーバーホールを行い、旧式で、 トラブルが多く信頼性に欠けていた HOR エンジンを本来搭載される GM 社製 278A16 気筒エンジンに換装した。オーバーホール終了翌日の12月6日に太平洋に出港し12月13日に新珠湾に到着して弾薬の補給を行い磁気紹介の準備に当たった。12月27日 平区は3回目の紹介でルソン島、ミンダナオ島、ハルマヘラ島方面に向かった。1944年1月7日、東側から南鳥島に接近した平区は、写真偵察を実施する。1月12日午前、平区は、沖の大東島近海で、パラオから日本に向かう、ウスリーマル級火脚船に仮定された、陸軍特殊船に、 ギツマルと駆逐艦甘切りからナルフ901戦弾を発見。追跡の後、北緯23度15分統計132度51分、北緯23.250度統計132.850度、23.250度132.850の落ち点に至ったところで、右ギツマルに対して魚雷を4本発射し、2本を命中させて撃沈。 攻撃直後からの甘霧の反撃をかわし、逆に魚雷を2本発射したが命中しなかった。その後、陛下は、ルソン島東岸部を南下して、ミンダナオ島南方、ダバオ近海に移動した。1月24日には、北伊零七度10分統計126度57分、北伊7.167度統計126.950度、7.167126.950度、 ダバオアン港で、タンカーと中型輸送船、2隻の護衛艦を発見し、魚雷を3本発射して、タンカーに1本が命中したと判断された。しかし、攻撃直後に、爆雷攻撃を受けて損傷した。1月26日の夜、兵下は、北緯05度50分統計126度00分、北緯5.833度統計126.000度。 5 8 3 3 2 6 0 0 0の、民んお父さんアウグスティン・ミサキ沖で、選手にご丁寧にも日の丸を描いた250トン球三パンを、発見し、不情報戦により破壊された。2月1日未明、陛区は、北緯01度32分、統計128度50分。 1> 北1.533度統計128.833度、1 5 3 3十2 8 8 3 3の、春マヘラ島、ガムチャカ、三崎沖で、第10号総海特務艇と不設艦青高が、護衛する衛船団を発見。兵区は3隻の輸送船に対し魚雷を6本発射し、2時25分、頃に輸送船た、コマ丸の右間戦争に2本が命中し3時15分に、 沈没、残るの魚雷は輸送船、南花丸に向かい、南花丸は向かってきた3本の魚雷のうち2本は回避したが、1本が右舷中央部に命中して3時49分に沈没していった。護衛艦による反撃は行われなかった。2月10日にも、北緯01度58分統計129度14分。 北1.967度統計129.233度、1.967129.233の、春マヘラ島近海で4隻の輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して1本が4000トン級輸送船に命中したと判断された。2月13日には、南位04度37分統計125度26分。 南位4.617度統計125.433度、マイナス4.617、125.433の地点で40フィートの15トン級小型船を撃沈。2月20日、イクは55日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。3月18日、イクは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。3月27日午後、イクは、 南位03度53分統計109度42分、南位3.883度統計109.700度、マイナス3.88309.700の、ボルネオ南西部で護衛なしで航行中のタンカーサンスイマルを発見し、魚雷を5本発射して2本を命中させ、さらに浮上して砲撃し撃沈した。4月2日未明には、 北緯01度58分統計106度15分、北1.967度統計106.250度、1.967106.250のアナンバス諸島港海域で5隻の輸送船と2隻の護衛艦からなる非55船団を発見。2度にわたって魚雷を計10本発射し、タンカーたらカンマルに3本が命中。カンマルは魚雷命中により、 船体前半部が切断したが沈没せず、そのまま、シンガポールに入港した。4月3日には、北緯03度20分統計108度34分、北緯3.333度統計108.567度、3.33308.567の地点で2隻の、ドネ型従順洋艦と2隻の駆逐艦を発見し、戦闘の従順洋艦に対して、魚雷を4本発射し、 一本が命中したと判定された。爆雷攻撃が収まるのを待って浮上すると、約2時間後には、昇格型航空母艦と二隻の駆逐艦を発見。こちらは攻撃させる隙を与えなかった。4月8日夜、陛下は、北緯03度16分統計108度49分、北緯3.267度統計108.817度。 3.267108.817の地点で4隻の巡洋艦と5隻の駆逐艦からなる艦隊を発見し、戦闘配置を例して追跡したが、相手は高速で航行していたため振り切られた。4月30日、ヘイクは42日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。駆逐艦風雲5月23日、ヘイクは5回目の紹介で、ミンダナオ島方面に向かった。 この紹介ではタンカーへの攻撃と日本艦隊に対する警戒、動向の察知に重きが置かれた。6月8日未明、兵区は北緯06度03分統計125度57分、北緯6.050度統計125.950度、6.050125.950のサンアウグスティン、岬沖でレーダーにより2つの目標を探知。 これと、相前後して、美薬等救援の今作戦の支援に向かう、戦艦不走、従順洋艦妙高、羽黒の護衛についていた、駆逐艦風雲は、潜水艦からの反響音を探知したため不走らと、分離して、爆雷を3個投下し、不走らに合流しようと高速で航行中だった。平区は魚雷を6本発射し、魚雷は、風雲の左右中央部と後部に命中して風雲は、 搭載していた魚雷が誘爆を起こして沈没していった。6月13日朝にも、北緯06度29分統計125度42分、北緯6.483度統計125.700度、6.483125.700の地点で2隻の桃型駆逐艦を探知し、魚雷を4本発射したが回避された。6月16日、 平区は、北緯零六度十三分統計百二十六度零六分、北緯点二一七度統計百二十六点一零零度、六点二一七百二十六点一零零の地点でタンカー及び三隻の駆逐艦と対峙し、魚雷を六本発射して、タンカーに魚雷が二本命中したと判定される。翌六月十七日、北緯零六度十分統計百二十六度十八分、 北緯6.167度統計126.300度、6.167126.300の地点で輸送船団を発見し、魚雷を4本発射。魚雷は輸送船禁マ丸に命中して、これを撃沈した。6月20日にも北緯05度36分統計125度17分。 北緯5.600度統計125.283度、5.600125.283のミンダナオ島、サランガー海峡でサンボアンガからダバオに向かっていた輸送船団を発見し、魚雷を4本発射。魚雷は2本が輸送船ヒビマルに命中して撃沈した。6月25日にダーウィンに寄港して、 巨来を補給の後、翌8月26日に出撃して、ケンダリ方面を行動した。7月11日、イ区は50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長が、フランク・イ・ヘイラー少佐に変わった。8月5日、イ区は6回目の紹介で、ハットハーダー・レイと共にウルフパックを組んで、南シナ海、ルソン島方面に向かった。計画では、 マニラ湾やルソン海峡とその周辺を紹介する予定だった。しかし、イクは8月9日に先行機能のトラブルにより、ダーウィンに寄港し、8月13日に再出撃。ウルフパックは8月21日に未中に戦断を攻撃して大なる戦果を上げたが、イクは離れたところにいたため攻撃に参加しなかった。8月23日、ハッドが、 搭載魚雷の使い果たしによる補給のため、前進基地のミオスウンディ島に戻るのと入れ替わるように、再び、ハーダーと共に行動することとなった。8月24日朝4時53分、イクは、潜航を開始し、ハーダーは、イクの南4000メートルにいた。イクは2つの単身音を探知し、その方向に、潜望鏡を向け2隻の艦艇を発見した。 兵区は、最初、二隻を、軽巡洋艦と駆逐艦と判断したが、すぐ、総海艇と駆逐艦プラルアンと訂正した。兵区が言うところの、総海艇は、第22号解剖艦であり、プラルアンは、第102号小海艇だった。この二隻は、前日にハッドの攻撃で、駆逐艦朝風を撃沈されて、裸になったままだソルワンの奥深くに避難していた。 タンカーにオーマルをマニラに誘導するために差し向けられたものだった。6時47分、イクは事故の潜望鏡の前方視野にハーダーの潜望鏡を捉えた。その距離はわずかに600メートルであり、その地点は北緯15度43分統計149度43分、北緯15.717度統計149.717度、 15.717149.717であった。陛下は時々日本側がソナーによって探査している様子を伺ったが目標が複数あってどちらを攻撃するか決めかねている様子と判断した。やがて探知されてメインターゲットにされたと感じた陛下は新進路先行で正方に期待していった。一方、ハーダーは期待せず 第22号解剖艦に向けて、魚雷3本を発射したが、すべて匠にかわされて7時28分頃に、猛烈な爆雷攻撃を受けて撃沈された。兵下はこの時4キロも西方に離れていたが、ハーダーのいるあたりから15発もの爆雷の爆発音を聴取し、一連の攻撃が終わった後、兵下は、ハーダーから何の応答も得られなかった。8月30日、 平区は、北緯16度00分統計119度43分、北緯16.000度統計119.717度、16.000119.717の地点で、中型輸送船を発見し、魚雷を6本発射したが命中しなかった。9月6日には、北緯16度19分統計119度44分、 北緯16.317度統計119.733度、16.317、119.733の、ボリナオ沖で、25戦弾を発見し、魚雷を3本発射して、浅潮型駆逐艦に1本命中させたと報告した。9月24日、陛下は50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。10月20日、陛下は7回目の紹介で、 グローラー、ハードヘッドとウルフパックを構成する村頭方面に向かった。11月6日、陛下は、北緯14度15分、統計119度15分、北緯14.250度、東計119.250度、14.250、119.250の地点で3隻の初春型駆逐艦を発見して、魚雷を4本発射したが、命中しなかった。 翌11月7日、ミンドロ島とカラミアン諸島ブスワンガ島の間の海域で、グロウラーのレーダーが輸送船団を探知し、ヘイクとハードヘッドに絶好の攻撃ポジションを取るよう指示した。ヘイクとハードヘッドは、グロウラーと反対側から、浮上状態のまま船団に接近していき、2時32分、グロウラーは、ハードヘッドへ右側から攻撃すべきだと指令を出した。 ハードヘッドは3時59分に特設運送船1万、堺丸に魚雷を4本命中させて撃沈するも、直後の4時2分から5時間近く制圧を受け、ヘイクもハードヘッド同様に16時間制圧されて、浮上できなかった。先行中、ヘイクでは、得体の知れない爆発音を何度も聴取した。14時55分にハードヘッドが浮上したのに続いて、ヘイクも夜に、 ようやく浮上して、ハードヘッドと交信した。続いて2隻で、グロウラーのいたと思われる付近を先行したが、何も見つけることはできなかった。グロウラーの捜索は3日にわたって行われたがトロに、終わった。グロウラーは、爆雷攻撃で失われた。11月18日、イクは、コレヒドール島沖で、マニラに向かう軽順洋艦イスズを発見したが、攻撃しそびれた。 翌11月19日、平区は、北緯14度21分統計119度37分、北緯14.350度統計119.617度、14.350119.617の地点で、マニラから出てきたイスズを発見し、魚雷を6本発射した。イスズは事前に、ジグザグ高校で対戦警戒を行っていたものの、1本が、 完備に命中して操打室が防止し火事も吹き飛んでしまった。その後、ヘイクはパナイ島沖での特別任務に派遣される。12月5日、ヘイクは蒸気を撃墜された29名のアメリカ軍パイロットを保護していたフィリピンのゲリラと接触し、武器弾薬や食料と交換にパイロットを収容した。ヘイクはパイロットたちを乗せ、オーストラリアに向かった。 12月16日、イクは57日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還した。1945年1月12日、イクは8回目の紹介で、南シナ海に向かった。2月3日夜、イクは、北緯12度54分統計109度32分、北緯12.900度統計109.533度、10 12.900109.533の、 地点で、夜間浮上攻撃を行い、選手負傷の目標に対して、魚雷を4本発射したが命中しなかった。2月10日には、北緯13度31分統計109度30分、北緯13.517度統計109.500度、1 3 5 1 7 1 9 5 0 0の地点で、病院船氷川丸を目撃した。3月1日から3月3日までは、 サイパン島をタナパグ港に帰港。3月13日、イクは61日間の行動を終えて、真珠湾に帰港。サンフランシスコに開港され、メアアイランド海軍造船所でオーバーホールに入った。オーバーホールを終えたイクは、7月20日に真珠湾を出港してタナパグ港に開港された。8月8日、イクは9回目の紹介で日本近海に向かった。 兵区は、第38任務部隊搭載機や B-29、P-51 などの救助任務を担当し、洋上で終戦を迎えた。日本の降伏後、9月2日に、東京湾の水売館上で行われた、降伏文書調印式に、12隻の潜水艦のうちの1隻として、参列した。降伏調印式展参加の後、 イ区は9月12日に49日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。真珠湾に帰還したイ区は、パナマ運河を経由して、ニューロンドンへ帰還する。イ区は、ニューロンドンで1946年7月13日に退役し、予備役艦隊入りする。1956年10月15日に、現役復帰し、ペンシルベニア州フィラデルフィアの、 第4海軍区の訓練官としての任務に就く。1962年11月6日には、アグス -256 へ艦首変更される。その後も、フィラデルフィアで予備役兵の訓練任務に従事し、1967年3月1日に、除籍1972年12月5日に売却処分された。兵区は、 第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。また、第3回から第7回までの紹介が成功として記録された。ザオフィシャルクロノロジーオ o ザ o l o g y ー f the US Navy in World War 2 c h a p 6 1944ハイパワー2012年5月29日閲覧。では、この小型船を特設捕獲設定たまえ丸としているが、 同戦は1月29日にアングラーの来撃により沈没。ザオフィシャルクロノロジーオブザ o l o g y ー f the US n a v ー in w o ー l d w 2チャプター6 1944ハイパワー2012年5月29日閲覧。など、アメリカ側記録は、駆逐環境は、この9月6日に兵区の来撃で損傷したとしたが、兵区の攻撃地点は、 響きが損傷した高尾南東流急所東大沖とは全くの別の場所であり、響きの損傷と平区の攻撃は何の関係も持たない。ありがとうございます。